スライドにはテキストのほかにさまざまなオブジェクトを挿入することができます。ここではオートシェイプやクリップアートの挿入方法などを見ていきましょう。オートシェイプを挿入するためのスライドを追加します。ホームタブの新しいスライドをクリックしてスライドを1枚挿入します。新しいスライドには。 タイトルと過剰書きのレイアウトが適用されています。オートシェイプを挿入するために、レイアウトを変更します。スライドグループの、レイアウトをクリックします。メニューが表示されますので、タイトルのみをクリックしましょう。過剰書きのプレースホルダーがなくなり、タイトルのみのスライドになりました。タイトルに、 ワード二千十の学習ステップと入力します。下の広いエリアには、オートシェイプを挿入します。挿入タブをクリックして開きます。図グループにある図形をクリックします。さまざまなオートシェイプのメニューが表示されます。今回は四角形から、 対角する二つの角を丸めた四角形をクリックします。スライドペインの左上からドラッグして、オートシェイプを描画します。オートシェイプが作成できました。オートシェイプの周囲には、ハンドルが表示されています。こちらのハンドルをドラッグすることで、大きさを変えることができます。さらに、 角丸の部分には、ひし形のハンドルもあります。こちらをドラッグすることで、角丸の半径を調整することができます。オートシェイプにテキストを入力してみましょう。PowerPoint では、オートシェイプに対して簡単にテキストの入力が行えます。オートシェイプが選択されていることを確認します。そして、そのままキーボードからテキストの入力を始めます。 すると、このようにすぐにテキストの入力を始めることができます。ここでは、ご覧のように入力を行いました。ただし、プレースホルダーとは異なり、テキストの入力に合わせて自動で調整が行われません。そこで、フォントの設定を行いましょう。入力したテキスト全体を選択します。 選択した範囲の上にマウスポインターを置くと近くにミニツールバーが表示されます。こちらを使って調整を行ってみましょう。フォントサイズのリストから14ポイントを選択します。また、左揃いもクリックします。では、続きの文字を入力していきます。なお、 文字が収まらない場合は、必要に応じてオートシェイプの大きさを調整します。さて、ここではこのように入力を行いました。最後の5行には、 番号付きスタイルを設定しましょう。ドラッグで選択します。ホームタブで設定を行います。クリックして開きます。段落グループの段落番号をクリックします。選択中のテキストに番号を付けることができました。2枚目のスライドに戻ります。 このスライドにクリップアートを挿入してみましょう。挿入タブをクリックし、画像グループのクリップアートをクリックします。画面の右側にクリップアート作業ウィンドウが表示されました。検索のボックスにキーワードを入力します。パソコンと入力して、検索をクリックします。 作業ウィンドウをスクロールしてイメージに合ったクリップアートを探します今回はこちらにしましょうもし同じクリップアートが見つからない場合は任意のものでもかまいませんでは挿入したいクリップアートをクリックします スライドにクリップアートが挿入されました。クリップアートをドラッグして位置を変更し、ハンドルをドラッグしてサイズを変更します。クリップアート作業ウィンドウは、右上の閉じるボタンをクリックして閉じておきましょう。さて、 このように写真のクリップアートを挿入できました。ただし、このままではテキストの前面に来てしまっていますから、テキストが見えません。そこで、画像の調整機能を利用してみましょう。ここでは、背景の削除を行ってみます。写真のクリップアートが選択された状態で、調整グループの背景の削除をクリックします。 画面が切り替わりましたクリップアートには紫の部分とオリジナルの色味を保持している部分がありますこの紫になっている部分が背景として認識され削除対象となっている部分ですただしこちらのパソコンや机なども背景として削除対象となってしまっているようですそこで調整を行いますまず トリミング範囲を調整します。ハンドルをドラッグして必要な箇所だけ囲まれるように選択しますリボンを確認しますこのように背景の削除タブが開いていますそして設定し直すグループに保持する領域としてマークとありますこちらをクリックしてみましょうそして マウスポインターをクリップアート上に移動します。すると、このように鉛筆のポインターに変わります。このポインターで、パソコン部分と机の部分を何回かなぞります。すると、紫色で示され、背景として設定されていた領域から外れ、保持する領域に含まれました。では、 閉じるグループの変更を保持をクリックしますご覧のように図の背景を削除することができましたその結果隠れていたテキストが見えるようになりましたさらにアート効果も加えてみましょう調整グループのアート効果をクリックしますさまざまなアート効果の一覧が開きましたマウスを合わせるだけで スライド上でプレビューできます。ここでは、こちらの交際デフューズを選びます。このようなアート効果をクリップアートに適用することができました。先頭のスライドに戻ります。このスライドには写真を追加してみましょう。 挿入タブを開きます。画像グループから図をクリックします。図の挿入ダイアログボックスが開きました。写真が保存してあるフォルダを開き、写真を選択して、挿入をクリックします。スライドに写真が挿入されました。ドラッグして写真を動かします。 上の不要な部分をトリミングしておきましょう。書式タブのサイズグループのトリミングを選択します。写真にトリミング用のハンドルが表示されますので、写真の不要な部分をドラッグしてトリミングします。下側もトリミングしておきましょう。これでトリミングが終了しました。 写真以外の部分をクリックして選択を解除します。この写真の彩度を調整してみましょう。改めて写真をクリックします。書式タブから、調整グループの色をクリックします。色の彩度や色のトーン、色の変更が行えます。マウスポインターを合わせることで、スライド上でプレビューが行えます。 では、ここでは色の彩度から鮮やかさ33%を選びます。写真の彩度を変更することができました。では、ここまでの内容を上書き保存します。